両政国一覧機内山城国、葛野郡、群、ア郡京都京都は日本の地名、都市。京都の位置ともしくは京都もいい、歴史的には794年以降日本の首都であった平安京で、当時は日本の政治、文化の中心地であった。現在の京都は包括的地方公共団体、京都府の地域や、 その不調所在地たる基礎的地方公共団体、京都市の地域を指す。金閣寺、清水寺などが世界文化遺産に登録された。京都は山に囲まれ、自然豊かな場所。東アジアでは、古来、歴史的に、天使様の住む、と、首都を意味する普通名詞として、K、京、京詞が多く使用されていた。精神時代に、清掃の意味なである。 死の文字を避けて、京都というようになり、以後は京、京市、京都などの呼び名が用いられた。日本でもアスカ契や国京などが、京都とも呼ばれた。平安京を指して、日本の文献で、京都という言葉が使われている書質つまり、学術的に存在が確認されている最古の文献は、中期であり、3月21日上で使われている、京都である。なお、 平安慶はゾー当時は、北京とも呼ばれた。つまり、ゾー当時は、平安慶の普段の呼び方が定まっていなかったのである。平安慶を、京都と呼ぶことが定着したのは、平安時代後期からで、京や京市という呼び名も併用されていた。その後、次第に、京のと、京、京都などが、平安慶を指すための固有名詞のようになり、定着していった。 平安京は、古く、四文において、中国王朝の都にちなみ洛陽長安などとも呼ばれた。一説に平安京を東西に分割し、西側を長安、東側を楽陽と呼んだという。これらの呼び名が定着した時期は明らかになっていない。命名の記録もなく、これら、長安、 洛陽が正式名称であったとは考えられず、文学上の画章であったと考えられる。長安城という呼び方は、平安中期で一旦姿を消し、再び現れるのは、鎌倉末期以降、十、悪田省において、東院近方が、東京号洛陽城、西京号長安城と付きして、以降のことである。ところが、右京すなわち、長安側は、 湿地帯が多かったことなどからほどなく廃れ、市街地は実質的に左京をすなわち、洛陽だけとなった。このため、洛陽とはすなわち、京都を指す言葉になり、その一字をとって、洛だけでも、京都を意味することになったとされる。本朝門随に収められた、源の順が書いた漢詩に、平安京を指して、洛城と呼ぶ例が見られる。 これをもってして、楽の一字をもって、京都を表す慣習は、早くから成立していたと考えられる。また、平安時代史事典によると一説に、平安初期の文学に現れる楽陽長安はそれぞれ左京、右京を指しているとは考えられず、共に、都全体を指していると考えられるところから、長安とも、楽陽とも呼んでいたものが、 後に、落葉のみが使われるようになったと考えられるという。教域内を、落中と呼び、教域遠辺を、落外、京都以外から京都へ行くことを上落と呼んだ。特殊な例ではあるが、叶くという呼び方も、平家物語に見られる。これは、山坊氏が京中を犯すことを指した。 落葉という呼び方は現在でも、私立落葉総合高等学校といった固有名詞に、残る。落の方に関しては、現在でも京都に行くあるいは来ること、すなわち京都入りを、呪落ということがある。また京の、落南、落北、落西、落東などといった表現はいずれも、京の外側の南、北、西、東を指す表現に過ぎないが、 これらの表現模型のことを、楽の字で指すことで成立している。平安京復元模型京都は、関武天皇が784年の長岡京に、続いて、794年平安京に遷都したことに、始まる千年の都である。京都に都が移された理由は、諸説ある。例えば、長岡京の建設責任者であった、藤原種継が暗殺されたことや、 長岡京が、桂川や小端川氾濫によりしばしば水害にあったからとする説、長岡京での沢羅神の音量説などである。平安京は、中国の風水にかなう地として、戦地されたとの伝えがあり、南に明け、他の三方を山に囲まれ、東に、鴨川が、西に、桂川が蛇行しながら、南へと流れている。京域は、 東西約 4.5km、南北約 5.2km の長方形で、内部は正方形の外区を持っていた。これら外区は、平常形では、街路の中心線を基準としていたため街路の幅の違いによって、宅地面積の公共差が生まれたが、平安形では、街路の幅を除いて形成されたため、場所による宅地の公共が生まれることはなかった。本来なら、 ラジオを巡らすべきであったが、ラジオ門の両側のみ、ラジオ風の塀を設けた。南北は、北辺の一条王子から九条王子まで、東西は、東京極大路から、西京極王子まで、皇居と官庁街を含む、大大理は一条王子と二条王子の間、大宮王子と西大宮王子の間に設けられた。現在の千本通りが、当時の南北の中心街路である。 須ザク王子にあたり、田にはゾウの基準となったとされる、船岡山が位置していた。また、大大理のすぐ南には禁煙である、上泉園が設けられ危険の遊びの場となるとともに、干ばつに際しては、雨乞いの場となった。この池は、太古に、京都盆地に広がっていた、故郷都湖の名残とされる。平城系で寺院の政治介入が甚だしく、悪兵をもたらせたため、 教育内の新設寺院は漢字である当時と西寺に限られた。蔵都に際して河川の付け替えが行われたとされ、堀川は鴨川の旧華道との説があるが、異論もある。建設開始から12年後の805年に民区を理由として新教造営を司る造宮職が廃止され、計画されたう教区の約半分が未完成のまま。 平安京の建設は終了した。近年の研究では、平安京は、歴史の教科書の図面のように整然とした都市ではなく、左京に偏った都市になっていたと考えられている。平安時代の律令制の形外化に伴って、次第に、本来の領域にとらわれない、鴨川と大大理、五所を中心とする都市になり、経済的に発展していった。平安中末期には、 東山山麓に、星正寺、鴨川左岸に六正寺、賭場に、貴族の別荘が建てられた。特に六原には、当時流星を極めていた、兵士一門の屋敷が軒を連ねた。鎌倉時代にも、京都の朝廷は、政治機能を発揮していたが、東国支配を強めていた、鎌倉殿2185年守護、地頭の設置を認め、鎌倉幕府が、 全国支配を強めたため、京都は相対的に経済都市としての性格を強めた。上級の乱を契機に、鎌倉幕府は、平家の本拠地跡の六原に六原丹大を設置して、公下勢力の監視を行う。鎌倉時代末期に、足利高氏が六原丹大を滅ぼし、幕府滅亡後には慶で、五代醐天皇による兼務の申請が行われた。 その後新聖から離反した高氏が北朝を建て、南北朝時代となると、京都争奪戦が何度も行われる。花の御所南朝が追備して、室町時代になると京には、室町幕府が置かれたために、政治都市として復活する一方で、経済発展を遂げ、町州と呼ばれる有力市民による自治の伝統が生まれた。境内には、武家の屋敷は建てないとする。 それまでの慣習に反して、足利高氏が、大池高倉編に屋敷を構えると、以後次々と武家は、市中に進出した。足利義満は、北高寺室町に、花の御所と呼ばれる邸宅を建造し、応仁の乱で消失するまで将軍家の在所となり、足利将軍は、在所から、室町殿と呼ばれた。現在の小京都の起源は、 当時の京都の町づくりの導入にたどれるとも言われる。呪落大戦国時代の端緒となる応仁の乱で、市街、特に北側の大半が消失し、荒廃。その後も、たびたび戦乱に巻き込まれた。この頃、京都は上京都市模に分かれ、それぞれ、構えによって囲まれていた。その間は畑になっていたと言われ、室町通りで過労じて繋がっていた。 中世史家の瀬田克也は、応仁の乱以前の京都は、激しい人口の増加によって絶えず膨張し輪郭と構造がつかみにくいが、応仁の乱を境として、都市の枠組みが明確になり、内と外が、はっきりとした都市となったと述べている。この後、織田信長、豊臣秀吉の保護と町衆の力により復興した。特に、 秀吉の都市改造は大規模なもので、巨大な環状の五土井の築造による、戦乱によって領域が曖昧になっていた、京都の内側と外側の確定、樹落台と武家町の建設、大理の修理と区家町の建設、五土井の構築、落中に散在していた寺を集めた寺町や寺の、うちの建設などを行い、現在でもしばしばその都市構造を確認することが、できる。 天正19年秀吉は、伏見の四月に隠居したが、文禄4年間白衣を引き継いだ、豊臣秀治が切腹すると、政治の中心は完全に伏見に移った。秀吉の没後も、徳川家康が伏見城に入り伏見は引き続き政治の中心地であった。また、この時代を中心に栄えた文化を、桃山文化と呼ぶが、桃山の名称は、 江戸時代になって廃城された伏見城の跡地に桃の木が植えられ、安永9年伏見館が発行された頃から桃山と呼ばれるようになったことから名付けられたものである。1696年の地図関ヶ原合戦後、1603年3月24日に徳川家康が伏見城にて聖一大将軍に任官される。以後三代徳川家光まで、 伏見城で将軍戦儀式を行っている。江戸幕府が誕生すると、政治の中枢は徐々に伏見から江戸に移ったものの、こうした生徒の移動にもかかわらず、京都は国都であることに変わりはなく、徳川政権は幕府の京都の拠点として二条城を築き、京都書次第、京都庁奉行を設置して直轄下に置いた。以後京都は、文。 工芸の中心地として人口が50万人を超え、最大都市の江戸や、天下の台所を大阪に次ぐ都市として繁栄した。各藩も京都に藩邸を構え大朝廷を呼び、各藩間の外交を行ったため、京都は独特の地位を有したが、幕府はこのことを好まず、例えば西国大名が、参勤交代の際、京都に入ることを禁じた。 政情が不安定になった幕末は政治が再び京都を中心に動き幕府は京都守護職を置いてその下で新選組や見回り組が倒幕派の摘発を担ったマップを武器用と京都周辺地図1867年11月9日の大政奉還により統治権が幕府から京都の朝廷に返上されて新政府が誕生した京都には 京都府が置かれた。しかし、天皇が江戸で直接政治を見るため、江戸を東京として行行、滞在することになり、大乗館も移動された。その後京都への観光は延期され、明治天皇は1877年に京都御所の保存を命じた。そして、天皇の実際の居所は東京となった。これ以降から現在まで日本の首都は、 東京と認識されている。長州藩や薩摩藩が中心となって打ち立てた、明治政府は天皇を中心とした国づくりを進め、やはり天皇の実際の居所こそが、祭りごとの場であり首都であると考えたからである。京都に住む人々にとっては、天皇が、京都よりも東京に連れて行かれ京都を去ってしまった、ことは、精神的にとても大きなショックであった。 京都にはいまだに感情的に受け入れられないと感じている人々もいる。日本の自流に正しく寄り添う京都の演者たちは、京都に首都としての地位を残し政治機能のみ東京に移転したため、また、京都御所に天皇の居所を示す工業座があるので、現在でも日本の首都は京都であると解釈している。に表した近藤秘策にすでに現れていて、佐藤は、 日本が世界に躍り出るためにはそもそも日本の守りを強固にする必要があるのでとは、江戸に移し、江戸、東京と呼び、大阪を最強と呼び、東京、西京、京都の三景にするという構想を記した。つまり佐藤の構想は京都は従来通り、京都と呼び続け、大阪のことを最強、江戸、東京と呼ぶものであった。この段階で、東。 つまり、首都を東に移す計画があったわけである。佐藤の書を読み影響を受けた、大久保利道が江戸を東京と解消することを、明治天皇に権限したという。なお、最強という名称については明治以降に実際に起きたことは、佐藤の構想とは異なり、大阪ではなくて、京都を最強と呼ぶ風潮が、京都で広まり、例えば第二次大戦後に、 新生大学として発足した京都府立大学は、最初、西京大学と称した。1879年には、軍区町村編成法により、京都に上京区と下京区の2区が置かれた。1889年には、市政のうち3市に対して実施された、市政特例により、上京区、 下行区を存知したまま不管轄化に置かれる京都市となった。1898年に市政が改正されたことにより一般市と同等の市政が施行された。1956年9月1日からは政令指定都市に移行した。現在の京都府は江戸時代までの両政国の区分では平安系が含まれている山城国の他に 単語国と単馬国の一部を含む。京都市は、京都別の都市だった伏見市や旧単馬国に位置する、京北地域などに地域が広っている。793年平安京が新しい都に選ばれ、その翌年の794年に長岡京から選都された時は、東西約 4.5km の間に33本の通り、 南北 5.2km の間に39本の通りが通されて、5番の目状に整然と区画された。平安系の街並みは、室町時代に勃発した南北朝の戦いや、応仁の乱で、幾度も消失して荒廃した。その復興の際に、市街路を狭くして、それまで市街路があったところに家屋が建てられたりしたも、したが、市街路のどこの場所を狭くするかは、 京都市街の場所によってまちまちであったため、道幅の広いところや狭いところがあったり、まっすぐになっていない道ができたりもした。次第に、市街路に面したところに商店が軒を連ねるようになって土地が不足するようになっていったが、市街路で区画された土地の中央部分は空き地になっていた。京都の土地不足は、桃山時代の豊臣秀吉によって、 各区画の中央部で空き地になっている土地を有効利用して土地不足を解消するために南北方向に道路が5本増やされた。これが功を奏し、さらに京都の人々の手によって南北方向の道路が増やし続けられた。このため、現在の京都市街地の通りは5番の目上ではなくなっており、東西方向の通りと比較して南北方向の通りの方が 数が多く、間隔は狭く並んでおり、街路に囲われた、土地区画も長方形になっているところが多い。京都市内には活断層の存在が確認され、歴史的にも大きな被害をもたらしている。また、応仁の乱、金門の変などの戦乱、太郎消防、どんぐり焼けなどの大火が発生し、太平洋戦争下でも、東京や大阪などに比べて被害は小さかったものの、 空襲の対象となっている。ところで、現在京都市内には多くの木造建築物や仏像などの文化財が数多く現存しているが、その理由として、これらの文化財は昭和初期までほとんどが住宅地の外にあり、幾度かの市街地からの炎症を免れてきたから存在するとの研究結果が認知されつつある。ところが、近似住宅地に飲み込まれた。 文化財は地震などによる耐火で失われる確率が過去にないほど高くなり非常に危険な状態にあると危惧する声が有識者の中から上がっている。また、それら文化財自体の地震などへの耐震性についても現在の基準で判断すると問題のある建物も相当数あるが解体修理は正規単位で一度しかできず莫大な費用を要する。 日本における最初の学生小学校は国の学校制度創設に先立ち、地区単位である番組ごとに1869年に創設された64校の京都の番組小学校である。これらの小学校のうち多くは統廃合されたが、22校は現在も残っている。教育機関としての機能だけでなく、役所、警察、消防、 保健所などの機能も合わせ持っていた。現在でも番組小学校の学区は元学区と呼ばれ自治会組織の単位となっている。京都は世界的な観光地である。観光で訪れる場所としての魅力を評価するために、米国の有力旅行士のトラベルレジャー氏が行った読者の投票による評価で順位付けをした。 世界のベスト都ストップ25-2021年によると、京都は世界で第5位にランクインした。2位、ウダイプル、3位、イスタンブール、4位、ウブド5位、京都という順であり、京都はイタリアのフィレンツェやメキシコのメキシコシティよりも上位だと評価された。なお東京はというと、遥か下、19位という評価だった。1989年に、 京都市が行った調査によると、京都を訪問した理由は次のようになっていた。1位、気持ちが京都に惹かれた2位、季節柄3位、暇があったから、京都に関する知識を検定する試験として、京都商工会議所の主催により京都、観光文化検定が2004年から実施されている。通称は、京都検定である。京都、ブリタニカ百科事典。 http://www.britanica.com/.ebch.eckd/.topic/.326030/. 京都ハット京都 ブリタニカ百科辞典 ,http コロンスラッシュスラッシュ www.britanica.com スラッシュ e b c h e c k e d スラッシュトピックスラッシュ326029スラッシュ京都エンカルタ、京都。 マイクロソフト、http コロンスラッシュスラッシュ encart.msn.com a スラッシュエンサイクロペディア7億6156万6962キーパーセント C5%8D と HTML ハット京都御所環境省2021年8月10日閲覧 ABC 横池吉網野吉彦2 0 0との総合 人間模様、都市と食農民の活動、中央公論新社、日本の中世 ISBN41 億2490万2158、P196 から205、演習の小京都 NHK、ブラ、タモリ2015年1月6日放送、伏見、桃山は、江戸時代のタウンページで使われ定着した、名称歴史研究グループが発表、伏見経済新聞、 2021年8月20日閲覧。政治の中心京都に移る、幕末維新の群像大阪セントロンの大久保、都市道に反論した、前島ひそかがちょっと東京に行ったら、すぐ京都に帰ってくると言った、明治天皇を言いくるめ、ご帰郷を阻止した。京都市首都、正しいとは何か首都としての京都 AB 明治21年、小田貫指定。 本堂秘策の虎貧小児による女大小6年東京市志向第4冊第4編市八1898年の3大都市特例廃止ハット ABC ロムインターナショナル 2005P132ABCD ロムインターナショナル 2005P134 重要文化財建造物の 総合防災対策検討会、重要文化財建造物及びその周辺地域の総合防災対策のあり方平成21年4月、ABCD 津川康夫、1993、京都の観光要素、立命館地理学、第5号17から29。ありがとうございます。